ちょちょ、はい、はい、やってまいりました。伊藤さんね、クライマックスシリーズ、はい、さあどうなるか、まあ、はい、あのセ・リーグの場合はね、うん、まあ、大手はかかってないけども、うん、まあ、パ・リーグの方は大手がかかってるという、はい、でまあ、絶好調の DeNA を、そうですね、巨人がどう止めるか、はい、でまあ、ソフトバンク絶好調、はい、まあ、このまま押し切られるのか、うん、まあ、注目はね、いっぱいあったけども、うん、巨人DeNA からね、ちょっとやってみたいと思いますが、はい、ちょっと看板やちいちゃんよりはクオリティがかなり低い、はい、まあ、字で書いてるけど、ちっちゃめでね、ちっちゃめでね、それもね、はい、で、まあ、DeNA の方から行くと、もう変える必要がないんだよね、そうですね、まあ、勝ってるということから考えるとね、うんうん、まあ、あんまり勝ってる時に動かすことは得策じゃないということで、まあまあ、ピッチャーを変えてくるだけという。ことになってるんだけども、はい、さあジャイアンツどうするかというと、はい、やっぱり長野を使ってきた、うん、まあ、ここら辺は経験値がねいるなっていうのと、うん、まあ、丸を3番に上げたということ、はい、でクリーンアップを強化した、はい、坂本外し大城をファーストに入れて、岡本をサードに使うという、うん、まあ、その後はもう岸田を使い門脇を使う、そうです ね、 ね、はい、まあ、これでやっぱベテランが打線が機能するか流れるかということだよね、うん、これ問題はね、はい、だからまあ、さあどうなりましたでしょうか、はい、ということで、はい、こうなりました。2対1、はい、2対1、まあ、本当にねロースコアになるんだわ、うん、というのは巨人が活発に打てないということ、はい、でね、 DeNA 大したもんだよ、うん、佐伯、高橋遥人、戸郷、菅野、グリフィン5連勝だから、すごいですよね。このやっぱりね、エース級を倒してくるっていうのは大したもんだと思うけど、うん、DeNA の方もちょっと落ちてきてるね。だけどそれ以上に巨人が悪いわ、ね、見てるとね、はい、で、はい、初回、まあ、DeNA の方はまあまあちょっとフォアボールも絡みながらチャンスはあったんだけど、はい、まあ、抑えられたというね、はい、ということで、うん、で巨人の初回、はい、で丸3番に行ってた入れた効果が、はい、まあ、いきなり発揮するんだよね、センター前で、そうですね、まあ、しかしバッター岡本の時に、うん、ちょっと、まあ、見切り発車みたいな盗塁をして、うん、まあ、刺されるというね、はい、やっぱね、ここでね、得点源がない時に、はい、まあ、確かに走るのか、でも岡本に任すのか、ここら辺はやっぱりはっきりしておいてほしいな。やっぱね、さっきの打線こう見ると、岡本しか頼りになるところがないんだよ。そうですね。うん、だから、やっぱ一人で打たすよりも、一人を置いて打たした方が、可能性としたら2点になるとか、まあ、そういうことを考えると、そんなに岡本の前で仕掛ける必要はないなっていうふうにはちょっと感じたんだけどもね。そうですね、まあ、盗塁ケアしながらストレート多めになるところを岡本がバーンとホームラン打ってくれたラッキーぐらいの、まあ、それもあるけどね、はい、そういう配球的なこともあるし、はい、だからまあちょっともったいないなって、まあでも積極的に行くのは、うん、まあ、悪くはないと、はい、いうようなことで、うん、2回裏、はい、この1点を取るシーンだけど岡本が、ホームランという、そうですね、出ましたよ、やっぱり、まあ、昨日ぐらいから状態は上げてきてるしね、うん、やっぱ岡本頼りになるなっていうふうに、はい、まあ、思った。これ1球目ストレートやったんですけど全く打つ気なく見逃して、はい、やっぱり吉野ってあんまり対戦がないから、はい、やっぱり1球ちょっとまっすぐだけは確認したかったとか、はい、やっぱそういうのが多分あったと思うんだよね、はい、まあ、だからあの1球見逃して次のボール行ったけども、そうですね、ちょっとね、うん、ま、あの失投というのがですかね、ちょっと外の外し気味が真ん中に入って、まあまあそうだね、それを逃さないですからね、まあ、逃さない、まあ、はい、だから逃さないぐらいの状態は上げてきてる、そうですね、 かなり状態がいいということですね、まあ、そうだね、はい、3回表、はい、牧が岡本のエラーで出る、で佐野どうやってつないでオースティンに回すかと、まあ、ここでダブルプレーと、そうですね、で昨日から6つ目でしょ、はい、だ非常にこのダブルプレーっていうのは攻撃のミスと言われてももう仕方ないと思うんだよね、うん、だからこのダブルプレーをやっぱ止めない限りは、はい、やっぱちょっと広がっていかないなっていうような、うん、まあ、そんな感じがした、はい、で攻撃を初回から見てると、うん、やっぱ流れがちょっと悪いね、そうですね、 DeNA の方は、はい、で3回裏、そうです、その裏ってことですよね、そう、はい、で流れが悪いなと思った時に、はい、オコエがワンアウトからセンター前、はい、これうまく打ちましたよ、うまく打った、はい、まあ、昨日からね、はい、ちょっとあの気持ち右の方向に気持ちがあるということで、うん、まあ、ヒットになったと思うんだけど、はい、で丸やっぱ頼りになるね、ベテランって、そうですね、ライトオーバーフェンチョクのツーベースヒット、はい、初球からね、うん、ワンアウト2、3塁、はい、ね、
あ、岡本に回った、さあどうするか、こっから満塁策取っていくからね、 DeNA の方は。そうですね。でこれはなぜかというと、やっぱ大城にヒットがまだないんだよね。だからそういう意味では、まあもうここでやっぱ岡本よりは大城の方が、まあ、仮に犠牲フライだったらまだいいやと、ダブルプレーのチャンスもあるということで、ここでスーパープレーが生まれたね。そうですね。まあ、牧、非常に難しかったと思うんだけど、やっぱタイミングがちょっとでもずれてたら抜けてたと思うんだけどもね、まあ未然に防いだという。そうですね。だからこのシリーズとか阪神の時とかもそうなんだけど、やっぱ守りがしっかりしてるんだよ、うん、でいつもパターン的には守りで崩れていくんだけども、うん、守りでリズムを作って流れを引き込んでるっていうことなんだよね、うん、だこのプレーはこのシリーズの中でめちゃくちゃでかいプレーになるかもわからないよ。そうですね。後で振り返るとね、はい、でもこの試合でもやっぱここで点をやらなかったっていうことが4回のオースティンのホームランにつながるという。スリーツーからね、インコースに構えたところがちょっと真ん中に入って、インサイドを確かにオースティンが反応しないんだよ、うん、で待ってるボールっていうのはやっぱ外の甘めだと思うんだよね。でフルカウントになってやっぱ岸田の構えもインサイド、グリフィンも納得して投げた球が抜けてホームランになっちゃった、うん、右にね。昨日と同じ失敗をしてるんだ。そうですね。でも逃さないオースティンも素晴らしいけどさ、うん、やっぱなんであそこで吸い込まれるんだろうなっていう、うん、ただしこの流れっていうのがやっぱりね、野球にはあって、牧が、まあ、そういう流れを引き込んできたのかなっていうふうには思うよね。そうですね。なんかちょっと牧選手になって大城選手がこうゲッツになった時にこうなんか若干こうベンチがなんていうんですかね、僕客観的に見ててこう沈んでる感がすごいドヨーンとするの。いやそれは賃貸ムードになるよ。そうなんですよね。もうだからあれが瀬戸際だから、はい、だから抜けたらわーってなるし、もうお祭り騒ぎになるし、はい、だけどあれが取られるっていうことはやっぱね、お祭りの準備してたのに土砂降りになるっていうことだから。そうですよね。祭り開催できないっていうような形になるんで、はい、いやだからそれはやっぱりね、牧のプレーっていうのは素晴らしく大きいプレーだったよ。はい、やっぱこのあたりがやっぱり DeNA の今年の今の強さですよね。すぐ打って返せるっていう。いやそうだね、うん、それでね、4回にもね、あの中山ライトのセンター寄りのボールをね、はい、打球を森が簡単にさばいたようだけど、非常に難しいプレーなんだよ、うん、ああいうのでもやっぱエラーしなくなったし、ミスしなくなってるんだよ、うんうん、だから非常にね、 DeNA がこういう試合とともに成長してくるのが分かるし、はい、三浦監督もやっぱもう大胆に度胸をよくやっぱ座って気も据えてやってんなっていうのがあるよね、うん、そうですね、うん、だからまあ大したもんだなと思ってさ、はい、まあ、見てるんだけど、うん、それで続く5回、はい、表、はい、DeNA 梶原がレフト前のヒット、この回から赤星投手に変わってるんですね、まあ、そうだね、はい、まあ、それで、ワンボールツーストライクから、うん、スタートをかける、うん、まあ、ランエンドヒットの形を取ったんだけども、うん、これはなぜ取ったかというと、やっぱダブルプレーが多いと、うん、いやだから走らせてダブルプレーを避けようと思って走らせてるんだよ ね、 多分ね、はい、そうですね。でもその度胸の良さっていうのはさ、動くことっていうのはあんまりなかったんだけど、だからここで動かしてきたという、うん、それももう絶妙のカウントで動かしてきたね、はい、でやっぱりフォークを投げるカウント、うん、まあ、そこも読み切って走らせてきたという、うん、はいはい、でワンバウンドになり成功する、うん、で牧が、まあ、ピッチャーゴロなんだけども、それで三塁に進み、はい、佐野がうまく打ったけどセカンドライナー、はい、これでもちょっと嫌だなって、これだけのチャンスがあってね、うん、点が取れなかったら嫌だなって言った時に、ツーエンドツーからか、これ勝負を避けたのか、バッターオースティンですね、オースティン、はい、4番終わったオースティン、ツーエンドツーから勝負をもうやっぱやめたという風な感じになって、うん、勝負を避けたのか、それともフルカウントになって勝負に行こうと思ったのか、これちょっとわからないんだけど、うん、なんでツーエンドツーから外に大きく外そうとしたのかなと思って、うん、それが外れすぎて、いやなんか、まあ、暴投になったという、はい、あれパスボールだと思うんだけど、ワイルドピッチでしたね。いやあれはパスボールだな。だって自分でボールのサイン出してストレートでボールに構えておいて、いやいくら引っ掛けたとはいえノーバウンドで来てるからね。だからそれを取れなかったっていうのがちょっと下せないんだよ、うん、
歩かせるんだったら歩かせる。そうですね。だから勝負事ってやっぱこういう僅差の時ってはっきりした方がいいんだよね、うん、なぜボールにしたかったのかっていうの意味がちょっとわからない、うん、そうですね。いやだからそういうミスも出るし、ただやっぱこう DeNA がいいプレーとかしてるからで、やっぱこう追いついてくるし、盗塁も仕掛けてプレッシャーもかけてくるからこういうミスも出るんだろうなっていう風に、やっぱ若いバッテリーだったしね、はい、まあ、そういう風には感じたよ。そうですね、うん、はい、まあ6回宮崎が村正雄からツーベース、はい、これもさ、そうなんです、やっぱね、これセカンドは取らないの、やっぱグラブに当てて、あれだけグラブに当ててるのに取れなかったっていうのはやっぱ一つのミスだし、うん、まあ桑原も送りバント失敗、これもねキャッチャーの前にポシャキでポンってね、まあね、だからねこういう攻撃がね少しずつ DeNA もできて出てきたんだよ ね、 そうなんですね。だから状態的にはねちょっと落ち気味なんだけども、まあだけどやっぱこうプレッシャーを与え続けるっていうのは DeNA の方がやっぱ与え続けていくんだよね。そうですね、うん、それでタッチアウトだってワンアウト二塁になってそうなんだよ、うん、やったんですけどそのままダメだった、うん、そうなんです。この流れの裏にね中川ともう前の回から中川投手が上がってるんですけど、これ一般的に見たらこれまた流れがジャイアンツの方に行こうかなって時にこう中川投手がこう岡本をショートフライ、うん、次見逃し三振見逃し三振で打ち取ってるんですよね。まあまあそうだね、はあ、だからまあなんていうのリズムが悪くなりそうな時にここですよね差し込んでくるとかね、はい、まあ、そういうのはあるよね、はい、だから三浦監督っていうのはやっぱピッチャー出身だけに、はい、やっぱ差し込みどころっていうのはすごくうまく感じるし、はい、まあ、それに期待に応える中川の状態 ですよ、ね、状態の良さ、はい、まあ、そういうのも感じるよね。そうですね、うん、まあ、このシリーズとして中継ぎのすごい踏ん張ってる様子があまり万全な全員揃ってる状態じゃないじゃないですか。いやでもね負荷かけてないんだよ三浦監督が使うところに。あ、今日伊勢投手はベンチ外だったんですけど、まあ、まあそうそう、まあ、あのね、すごいですね、角 の、はい、期待をかけてないというか、はい、だからランナーを置いてもしょうがないからこいつに行くとかそうじゃなくて貝頭とか、だからその左対左の坂本だけはワンポイントでポーンと大事なところで使って、はい、もうその後使わないとか、はい、引っ張ら無駄に引っ張らないとか、まあ、そういうところがやっぱこう集中しやすい、また投げやすいっていうこともあるんだろうな。なるほど、だからまあ見事だよ。そうですね、この中川投手5回6回とピシャッとこうジャイアンツ打線抑えてるので、まあ、そうだね、はい、素晴らしいですね、はい、で8回、はい、ね、先頭バッターが出る、送りバント、はい、8回裏ですね、8回裏、はい、丸が倒れる、ね、岡本がまた申告敬遠。そうなんですよ、もう徹底してるよね、ここ徹底しましたね。いやでもね簡単だもん、これは、うん、やっぱ岡本さえマークしておけば他なんとかなるっていう、そういうことを他の選手が意識しだしたらもっとどん底に落ちていくからね、うん、だからそういう意味ではこの申告敬遠もそうですね、もう当然だしで打ち取ったんですね。そうですね、面白いセカンドボールチェンジということで、うん、だから最後に大勢が投げてきたけども、まあ、あんまり状態も良さそうではないし、そうですね、まあ、ピンチを招いてね、まあ、自分で摘み取ったけども、そうですね、最後筒香選手は見逃し三振に打ち取ってガッツポーズしましたけど、だからまあちょっとなんかこう、まあ、ジャイアンツも焦りがあるな、うん、ただやっぱりこの投げた、ね、中川、はい、まあ、山崎康明も森原もすごいです、ね、本当に頑張ってると思うわ。素晴らしいですね、はいはい、ここに来て、まあ、ジャイアンツの投手陣も頑張ってるんだよ、うん、頑張ってるんだけどもやっぱホームランバッターに間違えてるということだよ。そうですね、だからまあそこら辺がやっぱりねしっくりこないところで、はい、まあ、気をつけなきゃいけない部分だよね。そうですね、まあ、一方こう DeNA の方は4番は勝負しなく申告敬遠する、そうジャイアンツの方はどちらかというと4番と戦いに行ってるわけじゃないですか、オースティンと。だからあそこの2エンド2になった時に何をしたかったかなんだよ。コーチが行ってもよかったかもしれないですね、マウンドに行ったら ね、もう歩かすんだったら歩かすで申告敬遠でもいいし、うん、座っての四つ玉だったらどうだったのかなって思うしね、ああいうことも起きるしね、うん、そうですね、うん、だからまあ明日のことを言えばやっぱもう長野がね今日打てなかったとしても、はい、やっぱ長野行って、はい、やっぱ坂本も使わなきゃダメだよ。そうですね、もうねやっぱ坂本のもう経験値にかけるという、うん、だからもう吉川がいない、今更言ったってもうしょうがないからね、うん、だからそういう意味ではもうベテランを使った方がまだいいかなっていう、ね、だからまあレフトに長野さん入れてセンター丸まあ、でライトにもうあれとか
フェルナンデスとかもう来ないのかね。もう優秀なこと言ってる場合はもうはったりか、はったりかまして立たしておいた方が良かったんじゃないかなっていう。そうですね、それぐらいは追い込まれますよね。いや追い込まれてるし、はい、やっぱ吉川が一人いないっていうんで、ね、こういうことがガタガタになるようなチームでもないと思うんだよ。そうですね、力はやっぱり優勝してるんだからあるから、うん、だからやっぱり自信持ってね戦うにはどういうメンバーで戦ったら一番いいかということだよね。なんかすごく見ててジャイアンツのやっぱり投手陣の方がこうすっごい DeNA を打つんだっていうのに追われすぎてるような気がするんですよね。なんかシーズン中のあの DeNA の見てる戦ってる様子とこの最近の様子は DeNA を打ってくるんだみたいな、ちょっとなんかねマイナスになってるようなすごいする。まあ打ってくるよね。まあ打ってくるけど全部が打つわけじゃないし。なんかね。ただね、やっぱ甲子園からこう見てると、やっぱ状態的にはちょっと落ちてきてる。そうですね。まあ、今落ちてきて、やっぱ疲れも来てるんだろうけども、うん、やっぱ相手が打たないからやりやすさは感じてるな。それとマークするところがきっちり分かるから。はい。だから三浦監督もそこに差し込んでいくよね。ね、そこもタイミングよく差し込んでいくから、はい、ビタビタ当たってるし、はい、いやだからなかなかやっぱこう明日っていうことになると厳しいけども、明日は誰だ。明日はですね、ジャイアンツは井上投手、はい、DeNA がジャクソンですね。力あるな、ジャクソンはもう投げたくてうずうずしてると思うよ、ね、外国人なんでね、まあ、ただ井上あるともね、負けても自分のせいじゃないし、はい、っていうぐらいのつもりでね、うん、もう思い切りいったらジャクソンと双璧なピッチングができると思うよ。はい、で、まあ、状態も DeNA は落ちてきてるっていうような、もう自分で暗示をかけて投げるとか。そうですね、うん、でもやっぱり通して必ず試合の中にどっか DeNA ってミスがあると思うんですよね、攻撃の中には。まあだからでも、ね、そこですよね。いやでもミスがあるだけいいよ。そうですよね、ジャイアンツはミスもできないぐらいチャンスがないから。はい、だからチャンスは作り出してる DeNA はね。はい、だからまあ明日、まあ、このままいけば勢い的に押される感じがするけど、ね、かなり勢い強いですよ。まあまあそうだね、はい、だけどやっぱりこう、長野とか坂本とかね、まあ、やっぱ元気を出して、ね、ね、明るく振る舞って、はい、ね、まあ、みんなを鼓舞して、うん、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、明日、はい、期待しましょう。はい、さあ続いてパ・リーグです。はい、はいはい、こうなりました、スタメンです。これもう壊れかけてるからね、新しいの買いましょうね。はい、はい、ソフトバンクはもう一緒、はい、ね、はいはい、ダウンズ、はい、ね、入れてきて、もう昨日と全く一緒、はい、だからまあやっぱり強いチーム、まあ、DeNA と一緒だよね、変える必要がないというね、ね、もう流れてるという、はい、打線が。で、日本はもう大きく変えました、うん、ね、1番マルティネス、2番レイエス、清宮、万波、どうなんやろうと思うんだけどね、スチュアート・ジュリアンが投げる、はい、時としてフォアボールで崩れるケースがある。でね、帰り水野が当たってんだよね、うん、だから水野を1番とか持ってきても面白いなとは思ってたんだけど、はい、それでポイントゲッターじゃない人をチャンスメイクの人を 1,2 番にして、うん、マルティネスレースを 3,4,5 とかこっち下げた方がなんか流れるんじゃないかなっていうふうに思ってたんだけど、いきなりなんかパンチのある選手を上に持ってったな、うん、まあまあこれがねどうなったかというと、はい、こうなりました。はい、ね、3対2です。まあ接戦はしたけども、ソフトバンクのあの立ち上がりの攻撃、うん、強烈だな。強烈ですね。で、一方日本ハム初回三振三振セカンドゴロ、完璧な土屋ジュニア立ち上がり、うん、立ち上がり良かったです。 かなり球走ってましたし、そうだな、ね、良かったですね。158までいったんだな、ね、早いな、力がな、ビンビンいってましたよ。で、その裏ダウンズが、まあ、いきなりヒット、うん、センター前にね、やっぱりいい選手だわこの選手は、うん、スピード感ありますしね。いや、スピード感ある、はい、躍動しますしね、うん、走塁がうまい、はい。で、昨日と一緒2番3番が倒れた、うん、で、山川、はい、山川がインサイドに入るボールをこれあれ引っ張りいかんかって、お前流す言うてねえ、うまくこう腕を畳んで、はい、やっぱ失敗が少ないようになんかセカンドの頭の方というかセンターの方に打ち返す、うん、これがツーベース。すごいですよね。これは一塁から、ね、もうね、ダウンズが返ってくる、はい、見事やなと思って攻撃が、うん、で、あ、セカンドに行ってたんだね、ダウンズはね、セカンドから帰ってきた。ほら今度、昨日ホームランだったけど今日ちょっと抜かれた難しいボールを、はい、これが強振しないんだよ。シュートだったんですね、シュートね、はい、それをやっぱね、なんていうの、あれが強振してたらファールになるとか、ね、なってたと思うんだけど、うまーく力抜きながら体をちょっと開いて
切れないようにインサイドからバット出してもうね言い出したら切れないんだけど技術のことをそうやってライト線に持っていく。あれがいわゆる面を返さないってやつですか。もう面どころかあそこに置いたっていう感じでボールをもうね本当見事だ。あの打ち方はすごいですか。あそれはもうすごい。あもう天才を超えてるぐらいやっぱバットコントロールがすごい。あすごいんですね、うん、はい。いやそれで、はい、あやっぱりもうソフトバンクすごいなと思ってたら、はい、まあやっぱこう意地あるよね3回、はい、伏見、はい、ね、顔面にあざ作りながら、うん、ホームラン打った。で続く、石井、はい、風成、はい、もうヒットで続く。で万ちゃんが万ちゃんまで回ってきて、はい、まあヒットを打ち、ね、センター前に打ち、ね、はい、で同点に追いつくという、はい、ね、ここまでは良かった。まあここまでは良かったんだけどこの4回か4回に先頭バッター水野が出る、はい、ね、で松本剛が送りバント送りましたね、まあ、非常にうまいバント、はい、伏見がこれね伏見打ったのがまっすぐだったんだよホームラン。そうですね、うん、でねこの打席は変化球狙ったんだよ、うん、初球に来たんだよ、うん、ちょっと打ち損じたな、ね、やっぱ狙ってたボールだっただけに手は出ると、うん、でもそんなに難しいボールじゃなかったから捉えてほしいけど、はい、それはよくやったな、うん、で、まあ、石井風が倒れると。そうです、ね、でその裏だよ、はい、今度、ね、ヒットもうね止められないよ打ち出したら内角低めのシュートね。いや本当に、はい、で今宮がもうきっちりバントする、うん、でここがちょっと問題のシーンだったんだけどバッターまさきまさきのサードライナー、うん、これを落球するんだよね、うん、胸に当てて、うん、これねやっぱり清宮が思うほどボールが来てなかったんだよ、うん、だからタイミングが合わなかったという。やっぱサードって至近距離にいるから、はい、やっぱ打球の速さって間違えると、うん、やっぱグラブが先に出て取れない時があるんだよね。だからそれで胸に当てて失策をした、うん、これね何でか知らないけどコンちゃん走ってんだよね。そうなんですよね。そうそう、まあ、走ってるからあれ取ったらゲッツーでもう終わってたんだけどさ。そうですね、これが 1,3 塁になっちゃうんだよ、はい、ね、そしたら外野フライで同点になる。あ、勝ち越せるという。そうです。で、まあ、その時甲斐選手がね、うん、ワンアウト 1,3塁からファールフライでよっしゃと思ったんですけどこの後の周東選手がいるんですよ。レフト前にうまくしこれが強引にいかないんだよね。やっぱりヒットの打ち方っていうかさ、やっぱ今年はああいうバッティングを覚えてんだよね。目の前に鏡がありますもんね。鏡どころじゃない。神様がいるから。そうそうそう。あそこでもうここでも新庄監督は山崎選手を浜崎投手を諦めると交代と。これはでも、ね、だからまあここからねつなぎに入っていくんだけども、はい、まあやっぱねこのシリーズ見てると立ち上がりのピッチャーが不安定な時に。やっぱ総攻撃でいくな。いますね。あ、だから入りゲームの入り方が相当集中して入ってるよ。うん、それは日本ハムの選手も入ってないとは言わないけどもやっぱね捉え方が違うわ。まあその後もいろいろチャンスを作りながらね、はい、ソフトバンクの方も、はい、まあ、だけどピッチャーがしのいでいくんだよね。そうですね。でまあ9回、はい、ね、先頭バッター清水雄心、はい、ピッチャーオスナと投手に変わってますね、センター前にヒット、はい、よかったね、うん、で、まあ、ここでダイソー江越選手を送って、はい、次バッター水野が送りバント、送りバントでワンアウト2塁。もうあとはもう待つしかないけどもさ、うん、松郷が三振、うん、伏見がセンターフライで、まあ、このファイナルステージを一勝もせず、まあ、3連敗でプラス1勝で終わったという、うん、ね、まあ、感じたのはやっぱソフトバンクのなんていうのかな打線の厚み、これはやっぱすごいなって感じたのと、やっぱこう質だな。そうですね、バッティングの、まあ、例えば2割7分とか8分打ってもやっぱ質が違うというか、それは何の質かというとやっぱ的確なんだよね、うん、ここでこっちに打つとかここでこうしたらこうなるとか、そういうことがなんかソフトバンクの方は計算されてるというか、うん、で日本ハムの方は確かにいいバッターたちがもう育ったんだけど少しまだ勢い任せっていうところが感じるんだよね、うん、だからやっぱこう大人になれかけてる日本ハムの選手たちとやっぱ大人になって戦ってるソフトバンクの選手たちっていうのが、まあ、そういう差に感じたな。
なんかそうですね、まあ表現が正しいかわからないですけど、アナログとデジタルの差ぐらいちょっとなんかあるような気がするんですよね。なんか勢いと、とにかく前にゴーいけいけっていうリポートとデータを使って、それをこうデジタル化して、ね、それを表現していく、なんかソフトバンクとなんかこうちょっと全然違うような気がしましたね。まあまあそうだね、はい、まあその言葉を借りるんであれば、新庄監督がやっぱ来年またユニフォームを着て、そうですよね、アナログからデジタル化に変えてくれると思う。そうですね、まあちょっと試合後には、まあ、その身体についてもちろん聞きたいかしたのかって聞かれると思うんですけど、まあ、コメントはないと。名言は避けたけどね、はい、まあこれはやっぱこう少しじっくり考えて、はい、まあ、発表のには至ると思うけど、まあおそらく悔しいよこの負け方は。そうですね、まあでもやっぱこう描いてたこと、はい、まあ、例えばファーストステージを戦い、伊藤大海を温存して、あそこで勝ってたらというところまで行ってたんだよね。まあだけどあそこでもし勝ってても分かんなかったな、ね、この結果を振り返るとね。でもあそこで勝ってたら可能性は十分残されてた、うん、まああれが全てだったかなという、あれがやっぱこう伊藤大海がああいう打たれ方した、次の日も加藤がああいう打たれ方をした、やっぱ状態はマックスで入ってきてたな。そうですね、こんだけ試合感がなくて、例えば近藤選手とかも怪我してて、柳田選手も怪我してて、ダウンズ選手ほとんど2軍にいてみたいな、ここから試合感もクソもないじゃないですか。まあね、パンと入ってあれもいけるっていう、ね、うん、確かにゲーム感ってある。でも一つスイッチ入ったら技術でゲーム感なんていうのは吹っ飛ぶね。すごいですね、うん、って感じた。やっぱね、技術があるんだよソフトバンクの選手たちは。あの山川のね、あれだけ振り回すだけの選手かみたいな、ホームランだけしか狙ってないか、いやいや、もう選手点取るときにあんな腕たたんで右に正確に打ちに行く、あれも憎たらしいしさ、すごいなと思うし、やっぱ近藤のあのバットコントロールと力の抜き方、これも天才的だし、やっぱかなわんな。そうですね、まだね、はい、だけど来年1年間経って同じ舞台に立った時には分からんよ。そうですね、力ありますからね、絶対分からないよ、うん、だそのぐらいの意地を持ってね、日本ハムは練習には励んでほしいし、まあ、特に水谷選手とか田中誠一選手とかってもともとソフトバンクにいた子たちが、ね、この今回主役で戦ってどう感じたかですよね。まあ、そうだな、はい、だからまあソフトバンクはね、この日本シリーズに進むけど、そうですよね、まあ頑張ってほしいと思います。そうですね、まあ、最後にこれどうですか、ここまで多くのファンの方がね、はい、日本ハムのこう、いや日本ハムはね、感動を、ね、日本ハムにはよく泣かされた、泣かされましたね、もう感動した、うん、ね、万波のあのホームラン、どれだけみんなが泣いたか、うん、まあ、北海道行ってきたけども、やっぱみんな泣いたって話をしてた、うん、やっぱね、感動が多く詰まったチームだよね。そうですね、うん、こうネット、SNS とか見てても、化けても、大公開は終わらないとか言って、ハッシュタグみんなつけて、一致団結して、行くんだみたいなところまでこう進んできたじゃないですか、どんだけ負けてても、ね、だからこう、なんか一体となったチームでしたね。あ、そうだね、はい、だからあとはもう、精度と、やっぱ大人になるということですね。そうですね、これは。まあ、そうなってくると、やっぱソフトバンクのような。やっぱ目指すはやっぱソフトバンクのようなチームだと思うんだよね。だから胸を借りて、すごくこういうガチンコで戦って初めて分かったと思うんだよね。すごいすね、あのソフトバンクの強さが改めてね、はい、うん、だからやっぱこう相手を称えながらもやっぱね、そういうチームに、うん、チームを目指してほしいし、まあ、パリーグをこうぶっちぎり出してきたわけですから、 そうですね、その強さがちょっと分かったような気がしますね。クライマックスシリーズファーストステージ、はい、吉井監督がロッテが負けた時、かっこよかったな、新庄監督と握手をして肩を叩いて、はい、で選手にも帽子を取って頑張ってよってね、言ったシーンも忘れないし、今日も試合負けて終わって最後ね、あのソフトバンクの選手たちが挨拶してる時も新庄さんもできて拍手を送ってた、まあ そ, うね、そのシーンもあったりとかも、そうだね、はい、だこれはやっぱりリーグを代表するという形だから、うん、ソフトバンクはね、だからもうやっぱこう制覇取ってきてくれと、日本シリーズの、ね、うん、で勝ってきてくれというような思いがあったんだろうし、はい、まあ、かっこいいな、本当はめちゃくちゃ悔しいと思いますよ新庄さんね。まあそうだな、きっと一番負け、ね、悔しい思い強いんで、いやいやそりゃそうだ、はい、でもあのやっぱ悔しい思いが来季のユニフォームを着せるというふうに俺は信じてるので、はい、ね、まあ、とりあえず今シーズンはね、新庄監督お疲れ様でした、はい、ね、またいいチームを作ってください。